Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu. Available on YouTube. I'm Chikako Nago, and joining me today in the studio is Grant Murata, president of Ryukyu Koten Afusoryu Ongaku Kenkyu Choichika USA, and Ryukyu Koten Ongaku Afusoryu Genseikai Hawaii Shibu. President Murata is called Sanda Sensei, has been teaching Okinawan classical music, which is singing and playing sanshin, and contributing to preserve and pass on Okinawan culture to the next generation in Hawaii. 皆さんこんにちは。ホノルルダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けいたします。こんにちはハワイ、ホストの名越加子です。今日の放送は沖縄の文化である琉球古典音楽、歌、三線の指導をされているサンダー先生に、サンダー先生こと、グラント村田先生をスタジオにお招きしています。サンダー先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さい、武装用中央がなびら、サンダルヤビン、中央またゆたさることおにげえさびら。あ、今はちょっと皆さん聞いてらっしゃる方分かったでしょうか。沖縄地名口でお話しいただきましたけれども、今自己紹介されたんですよね。ちょっと日本語でお願いします。もう一度。今日はまた皆さんよろしくお願いします。サンダですというですね。今日サンダ先生はですね、実は日本からではなくハワイの出身でいらっしゃるんですよね。そうですね、はい、もう日系4世になりますね。日系の4世なんですけれども、日本語だけではなくって、内名口も達者であるということですよね。はい、と言いたいです。いや、どうぞ。そうですよ。毎日毎日勉強してます。そうですか、はい。まあ、大好きっていうことがありますよね。まあ、そうですね。またこういう古典音楽とか文化を伝えるためにも、うん、自分で勉強して伝えるもんだから、そうですね、内名口もちょっと勉強しないと。まあ、今内名口と今、まあ、昔からそうなんですけれども、最近沖縄ではこれ島言葉という言い方使ってますね。なるほどなるほど。琉球古典音楽、ということで紹介しましたけれども、はい、そもそも琉球古典音楽って何ですかって、もし、ね、全然知らない人から聞かれたらどんなふうに説明しますかね。そうですね、三線が中国から沖縄に入ってきたのが、まあ、約400年近いんですけれどもね、はい、その前におもろ奏詞という、この音楽というか楽器のつかない、歌はありましたけれども、うん、でこの三線が中国から来た時にこの曲をちょっとこう三線に乗せて、でいろいろとできたのが現在我々がやってるこの琉球古典音楽の歌三線という言葉を使います。というのは歌がメインで、はい、三線はこの歌に沿ってこう伴奏として、作られたと思います。そうですね、はい。まあ、三線といってもですね、ハワイの人もわからない方もいらっしゃるし、まあ、日本人はほとんどの方は知ってると思うんですけど、ちょっと上に上げて見せていただけますか。はい、こちらですね。これが三線ですね、はい。これはビルマニシキヘビっていう種類のヘビを、話によるとこの三線を作るために、中国からまたその何百年前から輸入されてこういう形になって、中国の三線もうちょっとこの胴がこう小さくて、小さいんですね。で、向こうは三線の奏者は歌わないんです。ですからオーケストラみたいな感じ で、 で三線聴く人は三線、はいはい、歌を歌う人はまたその、まあ、歌手みたいなのがいるんですけれどもね。だから沖縄独特な歌三線というふうに言われてます。なるほど。琉球古典音楽の、まあ今でも民謡とかそういう、モダン的なものも一応三線使っては歌三線というふうに。なるほど。僕たちにはこう伝わってます。まあ、一般的には沖縄の民謡というふうな感じで知られてはいるんですよね。
そうですね、沖縄の音楽って言いますかね。今そのすごく流行ってるものはみんな、はい、考えると民謡っていうのがあるんだけども、だけどまあ、その元がこの琉球古典音楽ですから。なるほどなるほど。でですね、4世の三田先生はどうして三線を弾くようになったんですか。ハワイでね、はい、それも私のおばあちゃんが日本の文化に関するのは全部経験させてあげたいという試みから、はい、まあ、日本舞踊とか琉球舞踊だとか、あと空手書道というのがあって、で、多分僕はこの沖縄の音楽にこう興味を示したみたいで、じゃあとにかく何でも日本のものであればということで、まあ、その時はこう日本沖縄っていう区別もせず全体的に日本ですからというような形で、もうその中にいろいろ選択があったわけですよね。で おばあちゃんは沖縄出身ではないので、今で考えるとちょっとおでもすごくこう自分を推してくれたのはおばあちゃんですから、で沖縄の歌三線につくものは、その文化的なことも教えられて、あと一世のおばあちゃん おじいちゃんおばあちゃんたち、すごい、励まされて、もう自分はこれがしたいという決心をたくさん選択がある中で三線をというのは本当に運命ですよね。ですからね、これが今そう質問されると、何この一つではないんだよな、一つの別に理由ではないんだけど、はいはい、まあ、周りの環境もそうでしたし、はい、もう大好きになって。何歳からじゃあ三線を弾き始めたわけですか。12歳ですね。12歳、その時は先生はいらしたわけですね。はい、比嘉正忠先生という方がいて、はい、で彼が俺のことをボイさんボイさんっつって、はいはい、これやってみんかって、で時に自分なんかはちょっと勘違いしていて、蛇の顔じゃなくて猫の顔と、つまり日本の三味線、はいはい、これその当初この日本の三味線弾いてた方はほとんど女性の方だったんですよ。あ、そうなんですか。でこの蛇の顔の三線っていうのは、ほとんど男の方がやっていて、だから僕はもう白いのが女性が弾くものでこの川の蛇の皮は男性の楽器だと、てっきりも自分で思い込んでしまって、で後で沖縄の三線と日本の三味線の違いが分かったんですよ。じゃあその古典を学んでいくうちに、方言もこう次第に入っていったという感じですか。当初比嘉先生の研究所に行くと、はい、ほとんどの方一斉の方多かったんですよ。で向こうでこの島言葉を喋ってるのを聞いて初めて、自分たちの家でおばあちゃんが教えてくれた日本語っていうのはちょっと違うと、で初めてそこでおばあちゃんにその話したら、実は沖縄では昔は王国だったので、沖縄は沖縄 そのちゃんとしたそのラングエージがあると、うちなぐちというのがあるというのを初めて分かって、はい、でそこで、じゃあこの歌の歌詞は全部沖縄の言葉だから、どうにかしてこの言葉を習わないと意味が取れないだろうと。そうですよね、はい、で意味が取れなければこの感情も入れるのも難しいし、意味も理解しないと歌もできないという考えから、これどうにかしてこの内縄口を勉強しないといけないなと思いました。でも感覚的に意味もあまりわからなく、はい、こうサウンドでいいなって思ったんですよね。三線を習おうと思ったんですよね。その音とそうですよ、ね、リズムと
ね、聞いてこれ面白いって。でその後いろんな意味を理解した時のその感動っていうのはどうでしたか。ああもうあのこのね沖縄の歌みんなもあの龍華という8886の頃で、はい、作られた、この龍華があってそれをこの音楽に載せるんですけれども、あの中の意味はみんなあの素晴らしい、まあ、うん、あの親孝行だったとか、はい、またもちろん ラブストーリーみたいなのもあるんですけれども、うん、あその沖縄 その地域 その場所の美しさとか、はい、そういうのを歌い上げられたのがほとんどこの沖縄の古典音楽も民謡もそうなんですよ。これから考えるとね、もうあ沖縄の琉球の音楽って素晴らしいねって、思いついた時にもっと習いたいっていうこと でそこで、あ、うちなぐちを学んだっていうのは良かったねという気持ちにもなりますよね。そうですね。だからこの次の世代にこう伝えるっていうのは、あのこう歌三線を伝えることできるけど、なかなかこのうちの愚痴まで、はい、やってくれる人いないんだけど、うん、もう今ね徐々に、うちの弟子さんたちも、はい、先生これどういう意味ですかって言ったら、おこれいいんですねって言って少しずつこうあの言葉もこう飲み込んでくれてるんだけども、うん、ほとんどね、あのな、まあ、なんぜ英語族だから、そうですね、はい、日本語も読めないし、本当ですよね、はい、あの沖縄祭りなんかで、うん、4世5世の皆さんが三線吹きながら歌ってるのを見ると本当にちょっと感動しますね。あの日本語は喋れないんだけどもきちっとしたあの発音で、まあ、先生 あのご指導のおかげだと思うんですけれども、あの沖縄の方は顔負けだと思いますよ。あ、やはりあの近子さんもそう思いますか。思います。あ、じゃあ来週の稽古にいらしてください。あ、はい、はい、日本語でお届けしていますこんにちはハワイ、ここでちょっと休憩をいただきたいと思います。こんにちはハワイ Japanese series in Think Tech Hawaii. We are taking a short break here. We'll be right backStay with us. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Stay in the hall of fame.Aloha, my name is Mark Shklov. I am the host of Think Tech Hawaii's Law Across the Sea. Law Across the Sea is on Think Tech Hawaii every other Monday at 11 a.m. Please join me where my guests talk about law topics and ideas and music and Hawaiiana all across the sea from Hawaii.And back again. Aloha. We're back from break. I'm Chikako Nago. This is Konnichiwa Hawaii. Talking with Sanda Sensei, President of Ryukyu Koten Ongaku Afuryu Gen Sekai Hawaii Shibu. Live でお届けしております Think Tech Hawaii の日本語番組 Konnichiwa Hawaii. 今日は Ryukyu Koten Ongaku Afuryu Gen Sekai Hawaii Shibu の支部長でいらっしゃいますグラント村田先生にお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。ここでですね先生に一曲弾いていただきましょう。青い空にはSole, men sole, men sole.
が生える首里城の守礼の国へ面相でイチャリバチョで国境で面相で面相で面相でイチャリバチョで国境で面相で面相で面相でこの曲は何という曲ですか？この曲はですね、はい、古典音楽ではなく、メンソーレという曲で、沖縄の首里城が新しくまた建てられた時の記念の曲で、はい、うちの師匠の照喜納長一先生が、はい、作られた曲で、メンソーレというのはウェルカム、ウェルカムですね。その中に、イチャリバ町で国町でみんな一緒にこの沖縄会いに来て、うん、そこで国と国がもう、兄弟みたいな関係になればいいんじゃないかっていうような、うん、ね、先生の試みで作った。そうですね、はい、イチャリバ町ですごいいい言葉ですけれども、はい、もっと大きなスケールのイチャリバ町でですね。そうですね、まあ、はい、みんな来て首里城見てくださいっていうような、はい、ことでね、先生作られたと思うんですけれども、すごいいい曲ですよね、本当に。これがもう沖縄のテーム、我々の我が会のティームソングという、はい、ティームソングですね。そうですね、いろんなあらゆるイベントでね、この曲をハワイのコミュニティでは聴きますよね。はい、はい、ということでですね、先生、今何人ぐらい生徒さんいらっしゃるんでしょう？まあ今ホノルル、マウイ、ハワイ、うん、はい、2012年ぐらいにまたロス支部というのもできたんですけどね、今はちょうど200人ぐらい合計いると思います。はあ、最初はもうちっちゃい会だったんですか？それがだん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 大きくなって、ね、もうアフソ流という流派自体がね、もうなくて、ああそうなんですか、もう僕一人で一からのスタートで、はい、もう一人増え二人増えで、まあ、ここまで一応、まあいろんな県人会もハワイの日系社会の人たちが、はい、興味を持ってくれて、参加で、これぜひ言いたいことは、これは必ずしもね、沖縄の方出身の方で沖縄系の方じゃなくても、うん、どこの方に限らず、みんな、ああこの曲この音楽はいいね、習いたいねっていう方、みんないらしてほしい。そうですね、はい、勉強してほしいですね、はい、生徒さんの中にもね、いろんな方いらっしゃいますもんね、はいはい、もう若いのからも、やっぱりこう定年退職して、はい、でもう毎日家にいるよりも何かした方がいいという方も三振楽しみたいとかね、一生懸命こういう方も一生懸命やってます。ああそうなんですね、こういった形で、まあ、支部ができて、それから沖縄にもね、お勉強しに、そして、はい、テストを受けにっていう形で、はい、だん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 こう広がっていってるんですけれども、今年もどなたか沖縄に、はい、試験を受けて、うん、沖縄では琉球新報社、はい、そして沖縄タイムズ社、はい、まあ、2社の大きな、新聞会社が琉球古典音楽芸能コンクールというのを、まあ、今年で、51年目ですかね、51年、それで多分タイムズの場合は もっと長いと思いますけれども、はい、新聞社が自分たちのホールで、はい、審査員もみんなお願いして、でこういう試験を受けられるというのは、もっとこの琉球芸能に興味を持つ、また一生懸命勉強する、
励みになることを仕込んで、この琉球古典芸能コンクールというのが、まあ、50年前ぐらいに、ね、できたわけなんですけど、まあ、もちろん最初はもう、ほとんど沖縄の人ばっかりでしたけど、今はね、はい、まあ、ハワイ、南米、南米ね、はい、まあ、アメリカ本土、はい、まだあのもっと遠いところっていうのはもうあまり聞かないんですけども、はい、まあ、その南米は結構いますね。だからもう、まあ、世界的に沖縄に帰ってこうその本場で、はい、受けてみたい方はこういうチャンスがあって、今年はハワイから10名行きました。あ、試験を受けに、はい、まあ、いい成績だったわけですよね。そうですね、はい、まあ、あの、うん、とてもいい成績でした。あのハワイの若者たちがこう日本語もわからない、沖縄の文化もわかるかなっていう4世5世が、まあ、三振一生懸命やるっていう姿を見た沖縄の人はどういう反応があるんですかね。やっぱり、あのもちろんその、沖縄でもこの、若い子たちの沖縄の意識がちょっと薄くなってきてる、ところに、はい、海外のうちなんちゅう沖縄系の方がこれだけ興味を持っているというのは、うん、あのいろんな面で多分、ああ私たちも負けないで頑張らなきゃという、気持ちも生まれてくるだろうし、はい、そしてあの親からとしてはこの沖縄で生まれ育った子たちにね、この子たち日本語もわからないのに、ね、あんたたちは沖縄で生まれ育って何をしているのかという、こともあると思いますよ。そうですよね、もちろん、まあ、お互いにね、沖縄そしてハワイ、また他の移民の国ブラジルですとか、まあ、ペルーですとかアルゼンチンとかね、お互いに刺激をし合って文化を高めるという形に今なりつつありますね。はい、僕たちもあの 逆輸入というか、はい、あの中に沖縄からここにハワイ大学とか KCC とかそういうののところに、あの留学に来て、留学にね、して来てみて、あのこういうハワイの3世4世、まあ、5世の方が三振やってるのを見て、はい、見て、この人たちがやってくるの私たち恥ずかしいねと、うん、で研究所に訪れてくる人もいる。あ、そうなんですね。あのもうあの勉強して一生懸命で沖縄帰ったら沖縄でまたあの誰か先生を探して、うん、本格的にやってる方も実際いるんですよ。あ、そうなんですね。だからその逆輸入っていうのは、うん、そういう意味で、うん、あのハワイ来て沖縄の良さが分かったということなんですね、うん、そうですね、まあ、三振だけでなくって、まあ、言葉の意味でもそうですよね。そうですね、はい、あとあの僕びっくりしたのは、うん、中にはあの沖縄の現在沖縄の料理もあんまり食べたことない、はい、ハワイ来てこれが美味しいって、うん、で沖縄帰ったらちょっと沖縄のこれちょっと味違うっつってハワイの方がいい、いやそういうことはないと思うんだけど、はい、まあ、確かにあのハワイの今、まあ、この郷土料理っていうのは沖縄郷土料理っていうのはあの当初移民してきた当初の、まあ、あの味だろうと思う。そのままなのかもしれないですね。でちょっとね、ちょっと濃い味。濃いんですね、味がね。沖縄がだんだんこう何かヘルシーになって。そうですね。そう、うん、だから本当に懐かしいという人もいます。ハワイの料理、ハワイの沖縄料理を食べて。まあ、あの若いあの世代ですね、若い生徒さんたちを育てていく中で、あのどういったことを感動されますか。やっぱり、まあ、その教える醍醐味というか楽しさというかどういうところにありますかね。あの中には、うん、まあ、例えばのことですね、あの、はい、沖縄に行ってでその親戚から三振もらって、はい、帰ってきて全く三振もわからない意味もわからないで習って、うん、でこのうちなんちゅうというアイデンティティをこうもっと大事にするっていうことも感動しますけれども、はい、中には、自分の家におじいちゃんの三線あったからやってみて
Now, 今沖縄にもっと行ってみたい。で、関心を持つわけですよね、もっとね。そう、その関心を持って初めて沖縄行って、じゃあどうでしたって、ね、おお沖縄行って自分の親戚に会ってきたとかね、あのね、親戚に会うっていうのが一番こうこれから続けるという決め手になるんですね。あ、やっぱり自分のふるさとだって。そうですね、ふるさとですね。面白いことに話聞いたらね、行ったら、うん、この人うちのお母さん似てるとか、ああ川にいるおばさん似てるとか、はいはいはい、もちろんですよ、だって血つながってるからそうですよ、ね、どっかにいますよ、うんね、だからこういうのが結構あの感動を与えますね。そうですね、まあ、面白いですよね。面白い、もう言って顔見たらね、やっぱり私はここの人だったんだねっていうのが分かるんですよね。面白い面白い。浅田先生は、まあ、これからもずっと教えていかれると思うんですけれども、こう大きなこう意義みたいなのはあるんですか？大きな意義ね、どうして、うん、どうして三振やってんですか？いや、あの一番最初はもう、うん、ただのこう面白いで、多分みんなそうだと思いますけど、はいはい、これを一つのその ツールとして、うんうん、この他の3世4世5世まあそのうち6世も生まれてくると思うんだけれどもね、何かをこう自分のアイデンティティを持たさないと、この沖縄の文化、またこの県人会の集まりとかなるとだんだん減ってくるんじゃないかなと思うんだけど、そうですね、これがなくなると寂しいです。寂しい、ね、イベントにしてもおじいちゃんおばあちゃんたちがすごい寂しがりますね。でね、いいことにそういう若い子たちはおじいちゃんやおばあちゃんが自分ができなかったことをこの子供たちがやってるもんだから応援しに来るでしょ。そうですね、そしたらもう気持ちよくって、うん、じゃあもっと頑張りたいって、あ、ね、はい、だそれがもう重ね重ね、うん、続くととってもグッドだと。そうですね、じゃあ最後にですね、はい、先生今年リサイタルがあると聞きましたけど、はい、ちょっとそのご案内をお願いいたします。今まで、琉球古典音楽、まあ、奏者もたくさんハワイにいましたけど、まあ民謡も古典もという方は、今までちょっとそんなたくさん いなかったんで、で僕はもう一等最初民謡からでしたのでね、で独演会というのはハワイでやられてないんですよ。だからうちの師匠もするんだったら誰もしたことないことをやりなさいという、だから僕はじゃあ今年は元年もの、はい、まあ、150年記念でもありますし、はい、でこのいい機会じゃないかなと思って親に感謝を指名して師匠にも感謝、はい、あと、みんなこの自分の今この音楽のあれを支えてきたハワイの皆様全体にお礼を示するためにこの独演会を、はい、楽しみにします。何月何日？11月の17日ですね。はい、皆さんハワイ劇場で、ね、よろしくお願いします。はい、それではお時間が来たようです。三田先生、今日は大変興味深いお話をありがとうございました。一平二平デイブル。 OK, we are out of time. Thank you very much for coming, 三田先生。 And stay tuned for more shows in Japanese. Thank you for all watching Think Tech Hawaii. I am Chikako Nago. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.